心室頻迫は、心室の一部から連続して起こる、異所性刺激によって、頻脈を呈する病態。心室細動に移行する恐れがあるため、危険である。メディアを再生する字幕付きビデオ心電図所見では、頻迫を示し、QRS 波は幅広く、RR 間隔は一定である。また、持続時間と QRS 波形によって細分類がなされる。心室頻迫は、 重症不正脈と位置づけられるが、経過観察で良いものから、緊急措置を要するものまで幅広い。その重症度は、症状、特にアダムズ・ストークス発作の有無基礎心疾患の有無とその重症度心機能低下の有無、差し尽く失率40%以下となると、危険信号などによって総合的に評価される。一般的に最も重篤とみなされるのは、 血行動態の破綻を起きたす SVT である。治療法は脈拍が触れるか否か、触れる場合には血行動態が安定しているか否かによって変化する。これらの治療は頻迫発作の停止と予防、頻迫による突然死予防に対別される。安易な抗不正脈剤の治療は薬剤自身が再不正脈性があるため自主的になる。また不正脈を誘発する。 可能性がある薬剤も多いため注意が必要となる。アンインターネット1988-109-905から12。ありがとうございます。